ばらく寝とけっての。出した顔してんな。待たせ。ああ。よし、これ。おい。わかってるって。どうも。エアコンが故障されたそうで。お世話になっております。左手の扉から外に出ていた。中のエアコン
でございます。そう、例えばそういうことでしたら。ありがとうございます。怪しいな。
Mm-hmm.
怪しいな。ちょ、待ちや。あんちゃん、エアコン直しに来たんやろ。そこを見終わった。はい、すぐ行きます。ほな、こっちや、ついてき。ふぅ、サブ、早よ直してくれんとここへ死ぬわ。電源はついてんのに。わかりました、とりあえず見てみますね。
これは確かに故障してますね。おお、早直してくれや。なんや、中開けてみたりせんのかい。外から触って治るもんなんか。さすがやないか。なんや、そない簡単なことで治る。いえいえ、おや。誰やお前。私エアコンの修理に来たものでして。ほんまか。見たこと。いつものあんちゃんはどないしたい。それはですね、妙やな。もっかい業者に電話して。ひょっとして違う業者さんも呼ばれてるんですか。うちはカムロメンテナンスって言うんですが。カムロメンテナンス、聞いたことないな。どうやらご依頼いただいた方はこちらにはいらっしゃらないみたいですね。なんや、俺以外にも他に業者呼んだやつおったんかい。そら知らんわけやわ。今後ともご贔屓にお願いします。少しだ。よし。
このドアホ、何してくれとんねん。あんだけ言うてたろうが、すんません、ほんまにすんません。さん、エアコンが故障したって聞いてきたんですけど。だからその件はもういいの、治ったから。あ、じゃあ一応問題ないことを確認させていただいて、そしたら書類にサイン。なんで修理してねえのにサインがいるんだよ。とにかくもう帰れって。あ、ちょっとお手洗い借りていいですか。実はさっきからお腹の調子が。ダメだ、漏らせ。何やお前は。し、少しだけ話したいんですよ、村瀬さん。俺も命がけで来たんだ。それに免じて。じゃがし、ヤクザ舐めとんのかこら。
か。何が目的や、お前。言ったろ、あんたと少し話したいだけだ。これ見てくれ。この組を見捨てて逃げ出しているのがあんただ。なんなんや、お前は。神室町の探偵だよ。組が殺された事件を調べてる。羽村の弁護士に頼まれて。じゃあお前ら、羽村を弁護しとるっちゅうことか。アホンだな。そんなもん相手に何も喋らんぞ。その交渉ならもう済んだと思ってたよ。まださっきの続きやるか。こんな真似してただじゃ済まんねえ。顔を覚えたさかいな。あんたも本当に羽村が久米を殺したと思ってんのか。当たり前や。他に誰がおるっちゅうね。俺もそれを確かめてるとこでさ、あの夜何があったかはっきりさせたい。はっきりしてるやろが。羽村が久米の目えぐったんや。以上。ん？どこで？どうやって？あの店のゴミ捨て場や。あそこでなぶり殺しにしたやろが。いや、少なくとも殺しの現場は別だ。それについては証拠がある。これがその証拠。どういうことや。久米は、あ、いや、これがその、どういうことや。よ、これがその、なんやこれ。これは、ん？
あんたに見せんのは酷だったかもな。けど別の場所で殺され、そうか。少しは落ち着いて話す。よし、なら一つずつ。まず敵に組のもん。動いたに決まった。組を奪い返す。でも応援は集まる。あの晩そう思うわ。俺らはそいつをそっから踏み込んだ。ああ。その時の時間は夜中の12時。検察によればあんたの話が確かなら、とにかくかもな。だから法廷で証言してくれると。やると思うか。なんで俺がそんな真似せなあかんのや。ど一応聞いてみただけだよ。なるほど。じゃあ村瀬によると。そう、村瀬の話と。となるとハム頭がサウナに。まあ、そうだな。よし、海藤さん。そういや、いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
とうございました。すいません。ええ。ああ。
おい、すかした顔してんな。しばらく寝とけって。教令会の村瀬と。それでよく無事だ。俺は自分の仕事をし、12月3日夜12時頃、村瀬によればアムールは無人だった。おお、いいじゃねえか。いえ、ダメでした。やっぱりか。だが村瀬のその証言は心配。久米が羽村に拉致されてから3時間後の画面の端っこだ。アムールに人が出入りしてたわけじゃない。証言通り村瀬、そして無人の店内を見た。またそろそろ羽村の頭と話すか。わかった。これから接見手配できたら電話してくれ。